今日の動画ではですね、死なないビジネスの、作り方を教えます。はい、どうもこんにちは、たつみんです。死なないビジネスモデルっていうのは、何かというと、この2パターンの稼ぎ方によって、こう決まってくるんですけども、まず、1つ目の、稼ぎ方なんですけど、例えば、月にね1000万円儲かるような、稼ぎ口っていうのを1つ持っておくのか、パターン2ですね、月に、100万円儲かるような稼ぎ口っていうのを10個作るのかって言ったら、どっちの方がこう長生きできるビジネスマンになれると思います？ちょっと考えてみたら分かることなんですけど、どう考えてもこのパターン2の方じゃないですか。例えば、この月1000万儲かる、稼ぎ口が、1個あったら、この1個が潰れてしまったらもうその時点で収入がゼロになってしまいますよね。でも、パターン2の方で、月100万の、稼ぎ口が、10個、作れてたら、1個死んでも、900万ね、月収が100万減って900万になるだけで済むわけですよね。でもう一個死んじゃっても800万っていう風にね、こう一発では死なないような、自分っていうのを作ることができるんで、やっぱりこう死なないビジネスを、したかったら、ちょっとの稼ぎ口でもいいんで、それをいっぱい作るっていうことを心がけてみるといいと思います。で、今日のおまけなんですけど、このね、たくさんの収入のポケットってどうやって作ったらいいのっていうことなんですけども、まず、自分でこう月100万ね稼げるようなスキームっていうのを、自分で試して100万稼げるようになりますと。で、それを、人にね委託するんですよ、作業を丸まま、マニュアル化してね。でそのマニュアル通りに、頼んだ人にやってもらって、100万稼げましたと。でその100万のうちの70万上げて、30万だけちょうだいねっていう風な、やつを10個作るとするじゃないですか。そしたら月収30万のフローが、10個作れるわけですね。でそれだけで何もしなくても、月に300万入ってくるような状態が作れるわけじゃないですか。まあシンプルな話してますけど、ちょっと難しいかもしれないんですけど、まあコツコツね10個作っていったら、まあこの10個だけでフローで300万が作れるわけなんですよ。で、まあこうやってねこう一つ一つこう100万の稼ぎ口をこう人に教えて、でそのうちの 30% とかもらうようなビジネスモデルっていうのを展開していくと、まあ、働かなくても良くなるし、もうこう社長的な考え方ですよね。働かなくても収入が入ってくるような状態っていうのを作れる、なおかつ1個潰れても大丈夫、2個潰れても大丈夫みたいな感じで死なないビジネスマンになれるかなっていうふうに思います。はい、ではね今日の動画は以上になります。ありがとうございます。